僕は今、京急品川駅に来ています。今回乗車していくのは、以前の動画で少し触れた特急です。注目すべしは、両数と行き先。品川駅の時点では12両編成ですが、後ろより4両は途中の京急川崎止まりとのこと。この表示に特段違和感は感じませんが、京急川崎駅から後ろ寄りの4両は意味のわからない動きをします。京急品川駅の名物といえば整列乗車。ご覧のように1番線には4色のステッカーが貼ってありまして、乗る種別によって整列位置が異なります。これから乗車していく特急三崎口行きは青都始発ということで、まず最初に前寄りの8両編成が都営地下鉄線方面から入線してきます。そのわずか1分後、ホームの北側にある引上線から当駅始発の増結編成が入線し、連結作業を行います。京急品川駅では、この1番線1線だけで、優等種別をすべてさばいているので、連結作業においても本当にスピーディーで、連結前の停車は1回しか行いません。この時点で発車まで1分を切っており、作業員さんは内心焦っているかもしれませんが、前の車両にほとんど衝撃を与えることなく連結が完了しました。限られた時間の中で急ぎつつも乗り心地への配慮を忘れない、これは本当に神業だと思いました。ということで後ろ4両の扉が開きまして、今乗車。後ろ4両の LCD は京急川崎行きとなっていて、前8両と後ろ4両で完全に案内が独立しているんですね。この広域地図の水色の線の短さからもわかる通り、品川駅から京急川崎駅までの距離は 11.8 キロととても短く、わざわざ増結する必要があったのか疑問なところですが、実はこの後ろ寄り4両には大事な役割が隠されています。ということで列車は定刻通り品川駅を出発。前寄りの8両は多くの立ち客が出るほど混雑していますが、こちら側は実質京急川崎駅までの4駅を利用される方専用ですから、まだ座席がいくつか空くぐらい車内は空いています。品川駅を出発して10分強で列車は京急蒲田駅に到着です。向かい側1番線に停車しているのはエアポート急行の逗子葉山行き。なんだかエアポートのせいかとても速そうな列車名ですが、ただ空港に行く急行というだけですので、この特急よりは格下の種別ということになり、あちら側の方が早く当駅には到着しているんですけど、特急に道を譲ります。この駅は2層式2面6線というかなり特殊な構造をしていまして、まず注目したいのがホームが上下線で2段になっているってことですよね。2つ目はホームの中間付近から空港線が分岐していることで、最後3点目がこちら。間もなく画面に真っ赤な車体が映ると思うんですけど、京急蒲田駅には西側にホームをえぐって作られた各駅停車用の待避ホームというのが設けられているんですが、えぐって作られたこれがかなり重要でして、配線の簡素化、使用用地の削減を実現しています。列車は多摩川を渡って神奈川県に入り、ついに運命の京急川崎駅に到着します。ご乗車ありがとうございました。この放送が入っております。後ろ4両は当駅止まりです。ということで扉が開きまして、後ろ4両の乗客は全員降りていきました。何度も放送がなされているように、後ろ4両は当駅止まりなので、ここで切り離し作業が行われるはずですが、作業員さんの姿が見えません。まさかの作業員さんなしで切り離しを行うんですかね。あと、あれ、ちょっと待てよ。この号車がこれから先最後尾になるはずなんですけど、車掌さんの姿すら見えません。京急ってワンマン運転って行っていましたっけ？当駅での停車時間はわずか1分。走行しているうちに扉が閉まりまして、列車は京急川崎駅を出発するんですが。嘘でしょ。後ろ4両の回送列車がついてきています。駅員さん、車掌さん、切り離し忘れてますよ。茶番はここら辺にしておいて、初見の方はまさかの切り離し忘れと一瞬思うかもしれません。でもご安心ください。これは全くもって異常な状態ではありません。ちなみに車掌さんはこちら側の編成には乗車されていませんが、後ろ4両に乗車されていまして、京急川崎駅を出発すると、車内を循環しながら万が一お客さんが残っていないか確認を行います。ちなみに後ろ4両の行き先表示器は、京急川崎駅出発後も回送表示にはならず、特急京急川崎のままなんですね。
ここでおそらくこの動画をご覧になっている皆さんは、なぜ京急川崎駅で回送扱いにするのか疑問に感じていると思います。今からその謎を解き明かしましょう。原因になっているのは次の停車駅である神奈川新町駅です。当駅は2面4線の構造で、品川方面のホームは12両編成に対応しているんですけど、こちらの横浜方面のホームはと言いますと8両までしか対応しておらず、後ろ4両分はホームがありません。もうこれで後ろ4両が京急川崎止まりなのかは理解できたでしょう。当駅では作業員の方が待機しておられまして、前より8両が出発するのと同時に後ろの4両が切り離されます。ここからがある意味本題です。残った後ろ寄りの4両はこの後併設されている車両基地に改装されるのかと思いきや、そのまま直進をして2番線に入線します。で、行き先表示器を見てみますと、普通裏側行きに変更されていて、ホームの前方に停車すると扉が開き、一旦回送になった車両に再び乗り込むことができるんです。つまり実質特急から普通列車に種別変更したことになります。京急をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は普通列車です。動画始めの方に4両の増結は意味がないように感じるが、実は大事な役割が隠されていると言いました。その大事な役割というのが、上り列車で使った増結車を品川駅北側にある引上線から一刻も早く出して引上線を開けることと、神奈川新町始発の普通列車になることです。それらの目的は全区間回送列車でも達成はできますが、どうせつなげるんだったらホームが12両に対応している川崎駅までは客扱いを行おうということになったんだと思います。まもなく南大田です。当駅で通過列車3本待ち合わせいたします。この列車10時4分発車です。神奈川新町駅を出発して12分、列車は南太田駅に到着しました。ここを通るときにいつも思うことなんですけど、パッと見だと新幹線の駅にしか見えませんよね。当駅では放送でもありましたが、高速列車を3本待避するため停車時間が8分もあります。ここがこの動画最後の見どころです。最初に追い抜いていくのはエアポート急行の逗子葉山行き。もうお察しの方もいらっしゃるかもしれませんが、実はこの列車京急蒲田駅で追い抜いたやつなんですよね。完全にあの時とは立場が逆転しています。続いて追い抜いていくのは回送列車です。営業列車が回送列車に道を譲るというのは京急以外ではなかなかないのではないでしょうか。最後3回目に追い抜いていくのが、品川駅を9時31分に出発した特急の京急久里浜行きです。この列車も神奈川新町駅で後ろ4両の切り離しを行っていて、残された4両は同じように1分後の普通列車になり、南太田駅で後続の特急に抜かれます。もしこの動画が少しでも面白い参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。